あ、こんにちは、マロです。今日朝からね、ちょっと猫缶で指ざっくり切っちゃったんですよね。これがね、痛いの。結構ね、今パソコンね使うから、指切るとね案外めんどくさいですね。絆創膏貼るとね、ちょっとタイピングに影響が出てきてしまうので、まあそんなことはいいんですけどね。今年の秋にね発売が予定されている新型 iPhone、 通称 iPhone11 なんですけども、今回はですね、その iPhone11 のデザインに関することをお伝えしていきたいと思います。まずね、今年の iPhone どんなモデルになるのか、おそらくね実現するだろう進化っていうのが、まずトリプルレンズカメラ、まあまあこれはね確定でしょう。で、ノッチの小型化、まあまあこれも正当進化ですよね。そして USB-C、これに対してはですね、ライトニング継続の見方が非常に強いので、実現するかどうかちょっと分かりません。まあ、次の S シリーズでね、コネクタ自体変わるっていうのもあんまり考えにくいので、ひょっとしたらね、まあ、2年後にね採用っていう形になるかもしれません。そしてプロセッサーが A13 になる、より小さくてね省電力なモデルで、それでいて今より高性能、こういったプロセッサーにまあなるということですね。そしてディスプレイはね、今と同じ3つのモデル、5.8 インチ、6.1 インチ、6.5 インチの、はい、この3モデルがね、登場するということらしいです。そしてですね、すでに様々なねコンセプト画像が登場してまして、デザインにね大きな影響を与えるのがこのトリプルレンズカメラなんですよね。まあ、このようにね美しいねデザインもやっぱり iPhone の魅力の一つなんですけども、トリプルレンズカメラになることでね、このカメラがねさらに大きくなって、ちょっとカメラのね主張が強すぎるんですよね。ですからこのカメラがねどのような形になるかっていうのがね、今回のデザインのまあ肝になる部分なんですけども、そのねデザインが、まあこうなりそうと中国のサプライヤーが報じております。今までどんなコンセプトがあったでしょうか。まずはこれ、まあ、カメラは縦長でね、今のモデルとそんなに大きな差はない感じですよね。そして、角とかにねエッジが効いてて、これはこれでね、かっこいいデザインじゃないかなと思います。まあ、ちょっとね iPhone SE とかをね意識したような角張ったデザイン、まあ、今の iPad Pro みたいな、まあまあこれはありかなと思うんですけども。そして2つ目がこれ、カメラがねギャラクシーとかみたいにね真ん中に来てます。なんか一つ目のお化けみたいですよね。まあ、ちょっと怖いっていうか iPhone らしくない、まあ、デザインかなと思いますけども。そして、ね、今回報じられた iPhone がこんなデザインになるかもしれないという、コンセプトがこちら。はい、四角い大きなカメラなんですよね。これですよ。まあこのデザインにね、なりそうということで、ちなみにねこれは僕は一番なってほしくなかったデザインですね。これはちょっとないでしょう。まあこういうねコンセプトもあの動画の中で紹介させていただいてるんですけども、やっぱりコメント欄も厳しい、非常にね厳しい意見が多く、まあ実際ファンのね僕もすごく戸惑いのあるような、まあ、デザインしております。今 iPhone へのね数だったら厳しいから、やっぱ値段も高いしね。でこのデザインもね結構やっぱり批判というかね、否定的な考え方多いので、ちょっとね iPhone 離れ進んじゃうんじゃないのと思います。逆にこういった 10S とかがね値段下がって、こっちの方がまた売れたりねするかもしれませんね今年も。まあここまでねカメラが大きくなってねデザインに影響を与えるんやったら、カメラも今のまんまでいいんじゃないかなと思いますけどね。もうこれでもねもう十分綺麗ですから、もうちょっとね別の部分の進化にちょっと注力した方がいいんじゃないかなとも思いますけどね。まあこんなこと言ってたらね進化が止まっちゃうような感じがするので、あんまり、まあ、よろしくない意見かもしれないですけどね。ただどこのメーカーもねやっぱりカメラのレンズが増えたりだとかそういった部分も多いので、違う面でねアップルは差別化してもいいんじゃないかなとは思いますけどね。そのうちね100目みたいなあのスマホが出てくるんじゃないですかね。ただねこのトリプルレンズカメラ、ひょっとしたらねストレージの高いモデルにだけつくかもという話も出てますので、今結構ストレージでね例えばメモリの数が変わったりだとか、なんかそういった差別化も多いので、どっちかというと例えば 10S10S MAX でカメラの大きさが変わるんじゃなくて、何ギガ以上のストレージの場合はまあトリプルレンズになりますよ、こういったところでねカメラが差別化されるかもしれないということも言われてますので、まあ、そういった面でもね今年の iPhone は大きく変わるかもしれません。というわけでですね、今回 iPhone11 のデザインに関する、情報でしたが、これはねかなり賛否両論分かれそうです。また皆さんのねご意見もぜひコメント欄で聞かせてください。まあこれもね違和感あるんですけどね。
これが続くとね、あ、 iPhone ってやっぱりこれだなっていうデザインになっていくんでしょうか。まあ、個人的にはね、ちょっと違うデザインの方がいいかなと思います。参考になりましたら高評価、チャンネル登録の方をお願いいたします。それではまた次回の動画にも遊びに来てください。まあ、やつ